コマ試験で情報の拡散性があるから選んだって言ったんですけど、なんかそのそもそも知名度がない状態なん でその人からの話とかで知ることが多いってあったんですけど、なんかその山城町自体が子供少なくて出とる人も少ないんで、他の地域にどうやって広めてその話の話題性作っても伝える人がおらんかったらなんか広がらんような気がするんですけど、どうやってその存在自体を広めようって考えてますか？まあ前回の山城たぬき祭り、僕たちの班員から3人参加して、でそれ以外に高校生が2人しか見つけなかったということで、まあそこからも高校生、僕たちが招待している高校生の参加人数がとても少ないということが分かったので、でそこで高校生の数を増やそうということになったんですが、まあ、情報の拡散性があるということで、まあ、僕たち自身が広げていけるというのもありますし、今回の活動でアンケートを、辻校、三好校、本校で計472人分のアンケートを取ったわけですが、その472人分に関してはアンケートという形ではありますが、少なくとも山城たぬき祭り及び妖怪祭りの告知はできたと僕たちでは考えています。今現在その記憶しているかどうかは僕たちではわからないんですが、まあ、少なくとも一度は告知したという形にはなっていると思います。でそこから、まあ、次妖怪祭り山城たぬき祭りが、開催されるときに、そのチラシを見かけることがあれば、まあ、そこから LINE、Twitter、まあ、その他 SNS などで、まあ、一緒に参加してみないみたいなことを言ってもらえると、僕たちの研究は、まあ、今現在ではわからないんですけど、そういうことがもしあればそれは研究が成功したということになると思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いいですか？あ、どうぞ。マイクをこっちに急いで。すみません。すみません。あの山城たぬきな会の事務局してます中村です。まあ、まずそのたぬきな会の取り組みというかたぬき祭りに興味を持ってくれてありがとうございますというところです。で、まあ、発表をいろいろ聞きよったら、まあ、ぐさぐさこう胸に刺さる、まあ、おっしゃる通りのところがあって、まあ、皆さんも感じたようにその高校生っていうのがもっと少ない参加者の中で、まあ、高齢者と子どもっていうところが、まあ、多い、まあ、どこの祭りも多分そうなのかなと思うんです。でそこをやっぱり増やしていくのには僕らもどうしていったらいいかなっていうのは常日頃考えるんですけど、なかなか妙案がないということで、まあ、まずはその皆さんに知ってもろて、まあ、皆さん興味を持ってもろて3人参加してくれたっていうことがまず一歩かなと思ってます。どん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 友達を連れてきてもろて広げてもらえたらいいかなというふうに思います。で、まあ、今年のたぬき祭りはやる方向で考えてます。で、まあ、たぬき祭りの前にマラニック、まあ、マラソンとピクニックを掛け合わせたイベントですけど、それもちょっとこの間会長と話してやろうというふうに言ってますので、ぜひまた参加してみていただいたらと思います。はい、以上です。